高尾、重巡洋艦。高尾、高尾、高尾は日本海軍の重巡洋艦。一等巡洋艦、高尾型の一番艦である。高尾、軍艦の艦名は日本の軍艦に幾度か採用されており、江戸時代の秋田藩所有蒸気船高尾丸、第二回転丸、イギリス建造運輸艦、高尾丸、国産初の巡洋艦高尾、天木型巡洋戦艦三番艦高尾がある。 京都府の高尾山にちなむ、高尾及び高尾型二番艦あたごは、ワシントン海軍軍縮条役によって、建造中止となった、天城型巡洋戦艦三番艦高尾、同系四番艦あたごの艦名を受け継いでいる。高尾の艦内神社は、京都森漁神社。1927年、昭和2年4月16日、横須賀海軍交渉のガントリー仙台において、 病校型重巡洋館一番館病校の浸水式が昭和天皇行校下で行われた。4月28日、高尾は病校と同一仙台で寄港された。同年6月23日、正式に高尾の寛名が与えられた。1930年昭和5年5月12日、浸水。浸水式には高順皇后が臨席。 式典の模様はラジオで実況された。1932年、昭和7年5月31日、春光。高尾型二番艦のあたごは、高尾と同日府の寄港。1927年4月28日、同日府の命名。浸水はやや遅れ。1930年6月16日、春光は、高尾より2ヶ月早かった。1932年3月30日。 収益後の新鋭従順二隻、高尾、あたは、第二艦隊、第四戦隊に所属する。1932年、昭和7年12月1日、広角方式艦として、高松の宮信人新郎、昭和天皇と富谷海軍隊員が着任する。1933年、昭和8年5月25日、秩父宮陽人親新郎以下が、各艦。 長と、赤木、高尾、赤月、潜水艦一隻を視察する。8月25日、横浜沖で行われた特別大演習での、観艦,艦式に第四戦隊、高尾、あたご、鳥海、マヤは、昭和天皇が上官する戦艦被衛の具部艦、戦導艦、長海として参列した。11月15日府で、信人親王は、戦艦不走の分隊長に補いされ、 高尾より退官した。1934年、昭和9年6月29日、第二艦隊司令長官、高橋三吉中将、機関長会機下の第四戦隊、鳥海、マヤ高尾、あたごは、連合艦隊、司令長官、末次信正中将指揮下で行われた演習に参加。第二水雷戦隊、機関、中に所属していた、駆逐艦二隻、連、 三行の衝突と三行の沈没に遭遇した。1937年の日中戦争開始後には、上海上陸作戦等を支援し、その後旅順から河北方面で活動する。1938年には近代化改修に入り、翌1939年に工事が完了している。1940年、昭和15年10月11日、 期限2600年記念行事に伴う、観観式に、従順洋館三隻高尾、過去、古高は、お召し館比営昭和天皇座城の具部,部館として参加する。高尾は、先導館として、観観式に臨んだ。1941年、昭和16年9月23日、横須賀を出港した高尾は、下脚船に衝突され、浸水被害を受けた。 1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦時の高尾艦長は、朝倉豊次大佐だった。第2艦隊司令長官、近藤信武中将が直卒する第4戦隊、あたご、戦隊司令官、高尾、麻也に所属し、南方部隊本隊指揮官、第2艦隊司令長官、近藤中将、機関あたごの指揮下で、南方部隊本隊、 第四戦隊、あたご、高尾、まや、第三戦隊、第二小隊、金剛、春が、第四駆逐隊、嵐、野分け、舞風、萩風、第六駆逐隊、第一小隊、響き、赤月、第八駆逐隊、大潮、朝潮、満潮、嵐を編成していた。なお高尾型三番艦長会は、山本五十六連合艦隊司令長官の指示により、 第四戦隊から引き抜かれて南図海艦隊に編入され、南図海艦隊司令長官、小沢寺三郎中将が指揮するマレー部隊の機関として行動している。第四戦隊は、フィリピン、ルソン島のリ輪河園湾上陸作戦の支援に当たった南方作戦。1942年、昭和17年初頭は、ジャワ海で作戦に従事したラ陰イン作戦。 3月1日、高尾の推定が、オランダ商船のイングアーノを爆撃。翌2日夜、4戦隊、アタゴ、タカオは、米駆逐艦ピルズバリー、アセスピルズベリー、DD-227 を、撃沈。3月4日に4戦隊、アタゴ、タカオマヤと第4駆逐隊、第1小隊、嵐の訳が、チラチャップ近くで戦乱を攻撃。タンカーフランケル、デポーシップアンキング。 総海底一隻を沈め、オランダの貨物船二隻を捕獲し、護衛のオーストラリアのスループやらも撃沈した。日本に戻った4月中旬には同リットル空襲に遭遇し、米機動部隊を捜索したが快適しなかった。5月2日、従順二隻、高尾、マヤは、アメリカの潜水艦に撃沈された、水上規模艦水穂の救援に赴き、乗組員を救助した。 ミッドウェイ作戦に向けて、第4戦隊は、編成を変更、第1小隊、アタゴ、トリウミ、第2小隊、タカオ、マヤとなる。第2小隊、タカオ、マヤは、第4航空戦隊、リュウジョウ、ジュンヨウと共に5月末から6月にかけて、アリューシャン作戦に参加したが、6月上旬のミッドウェイ海戦で、日本海軍は大敗した。7月14日、 南東方面の作戦を担当する第8艦隊、外南洋部隊が新編され、三河軍一海軍中将が新司令長官となる。第8艦隊の機関には鳥海が指定されて、ラバウルへ進出。第4戦隊は事実上高尾型3隻、アタゴ、高尾、マヤに減少した。8月7日にアメリカ軍がガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まると、 第4戦隊もトラック白地へ進出した。8月24日、第2次ソロモン海戦。10月26日、南太平洋海戦参加。11月15日、第3次ソロモン海戦に参加した。1943年、昭和18年2月、ガダルカナル島からの撤退を支援する。その後艦長は、井ノ口里志平大佐に代わり、トラックを拠点に。 中部太平洋で活動した。同年11月5日、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将、機関、あたごが指揮する巡洋艦部隊、あたご、高尾、鳥海、真矢、鈴矢、斎場、ちくま、第二水雷戦隊として、ラバウルに進出。そこで、米空母艦載機による攻撃を受ける、ラバウル空襲。高尾は、重油補給中に命中弾2発を受け、 このうち一発が一番砲塔と二番砲塔の間に命中。たまたま一番砲塔の扉が開いており、爆風で作薬が引火した結果、戦死者二十三名を出した。他に、複数隻、あたご、まや、西条、ちくま、あがな等が損傷し、特に四隻、あたご、高尾、まや、西条は、内地開港を要する被害を受けた。高尾は、横須賀に戻り修理を行った。 高尾の修理は1944年、昭和19年1月19日に完了した。高尾は、空母2隻、随宝、機関、千代田、駆逐艦3隻、初春、若葉、玉葉と共に、トラックへ向かう。公開中の2月1日、2隻、高尾、玉葉は、着込みなりと悪天候のため艦首が切断されて、航行不能となった、空母、運用の護衛を命じられた。 随宝隊と分離して、運用隊と合流し、駆逐艦複数隻、サツキ、シオ、アケボノ、ハツシモ、白雲、タマハ、沖波、岸波等と協力して、アメリカの潜水艦を撃退し、運用の栄光を実施する。2月7日、横須賀に寄港した。この作戦で高尾は、アメリカの潜水艦一隻撃沈を報告している。2月15日、 パラオに向けて出航した。その後は、パラオ、リンガ白地、タウタウイ白地で訓練に従事する。1944年、昭和19年6月19日、高尾は、マリアナ沖海戦に参加した。前衛部隊として第一戦隊、大和、武蔵等島と共に戦い、この時、後部隊、小沢艦隊から発進した日本軍攻撃隊を、敵編隊と、舞い、 右舷光格法で誤射している。この事故で数機が墜落した。二十四日に日本に戻り、七月二十日にリンガ博地に進出した。十月二十二日、高尾は栗田武雄中将式の第一遊撃部隊に属し、レーテワンに向けてブルネーを出撃した。だが十月二十三日、パラワン島沖を航行中の六時三十四分、アメリカの潜水艦ダーター、 アセスダーター SS、SS-227 の放った、魚雷2本が、高尾の右弦魚雷発射マシタた等言語甲板に、命中した。高尾の艦長は環境にいたが、航海長と総田氏は、旗甲板で、転速中のため副長が取りかじ回避を、加齢、2本を回避したが全てを避けきれなかったという。高尾は戦死者33名を出し、第3、第4鎌室を破壊され、 外軸スクリューも失って、大破、洋上に停止した。清水タンクも破損し、海水を上流して、水を作って構うたいたため、高尾が6の11ノット発揮可能になったのは21時であった。21時44分、高尾は撤退を開始。ダーターの追撃を受けたが海軍機の援護によって、ダーターは座礁して自沈した。10月25日17時14分、 夕雲型駆逐艦2隻、長波、日も水雷艇日踊りに護衛され、ブジブルネイに到着した。なお、本海戦で、高尾と共に光なりした、姉妹艦2隻、アタゴ、マヤが沈没し、海戦以来各地を奔走してきた第4戦隊も、事実上壊滅した。鳥海は、第5戦隊、明光、羽黒に、臨時編入され、25日のサマール島沖海戦で、沈没。 4隻健在だった高尾型従順は3日間で高尾1隻となってしまった。11月8日、高尾は駆逐艦清諸に護衛されてブルネーを出発し、11月8日にシンガポールに到着した。1945年昭和20年1月11日、B-29 重爆を司法と降格法で迎撃し、司法37発。 公格法481発を消費。B-29 重爆1機を撃墜した。本土に戻るために修理が行われたが、シンガポール防衛のために、同行残留が決定される。損傷した艦尾を切断し、応急防水措置を施した状態で闘病した。この時、出撃可能な状態に見せかけるため、艦尾をヤシの歯で覆い、迷彩も実施された。 大部分の乗組員は臨時陸戦隊員となり、基銃は付近の陸上陣地に移動された。同年7月31日、シンガポールのセレター港でイアン・エドワード・フレーザー隊員率いるイギリスの小型潜水艇 G3 と同行した潜水隊員ジェームズ・ジョセフ・マグニスによって仕掛けられリムペットマイン、吸着式次元機雷が高尾の 第3塔を無限鑑定で爆発したストラグル作戦。幅3メートル、長さ8メートルの亀裂が生じ、下部電信室に浸水があったものの、死傷者はなく損害は軽微だった。高尾工作課の乗組員が潜水調査したところ、4個のうち1つしか起爆していない爆薬が発見された。高尾の乗組員たちは、イギリス系か共産党系のゲリラの仕業と判断しており、 豆潜水艦の工作と知ったのは戦後になってからだった。この後も主艦と補機類、発電機などは使用可能であり、自力での投げ要病、通信、電力供給などが可能な状態で8月15日、終戦の日を迎えた。終戦時の高尾乗組員は817名。第10方面艦隊司令部が高尾を使用するため157名が残留し、 艦長以下660名が、マレー西岸バトパハに移動を命じられ、約2年間の強制労働を強いられた。降伏処理などが進められる間、従順二席、高尾、妙高は、シンガポールにおける、人員宿泊、打艦船の修理、通信などの担任母艦、ホテルシップとして使用された。高尾は、第10方面艦隊司令部が使用した。その後、 イギリス海軍に接収されたが、引き渡しを受けたイギリス海軍は、高尾と妙高の二隻を、自陳処分とした。妙高は1946年、昭和21年7月8日に、マラッカ海峡で処分され、8月10日に除籍された。高尾の処分要領は9月25日に伝達された。10月27日に、イギリス海軍によって、マラッカ海峡に栄光され、 艦艇に爆薬を設置。10月29日夕告、キングストン弁を開き機関室への注水を開始。午後6時30分に爆薬に点火した後、軽巡洋艦ニューファンドランド HMS ニューファンドランド C59 の砲撃によって午後6時38分に高尾は艦尾から沈没した。海没地点。爆破作業員及び高尾乗組員は、 同行した第1947年、昭和22年5月3日、高尾の二席は除籍された。妙高と高尾は、妙高型と高尾型のネームシップ同士であり、同一船内で建造され、同一海戦で大破しその二席が終戦時、同じ場所に居合わせ、ほぼ同じ地点で、 自沈処分されるという奇妙な縁を持つことになった。リブ改造後の航続距離は18ノットで5049回りだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。